ポンテセソは、スペイン、ガリシア州、アコルーニャ県の自治体、コマルカデーベルガンティーニョスに属する。ガリシア統計局によると、2010年の人口は6215人。住民故障は、ポンティシソン、イエス、カスティーリア語表記はプエンティスソ。ガリシア語話者の自治体人口に占める割合は99.08%。ポンテセソは、 アコルーニャ県の北西部に位置し、コマルカでベルガンティーニョスに属する。北は、マルピカでベルガンティーニョスと、東は、カルバージョと、コリスタンコと、南は、カバーナでベルガンティーニョスと隣接。西部は、北は、大西洋、南側は、リアデコルメーラシェに面している。自治体中心地区は、コスピンド教区のポンテセソ地区。ポンテセソは、カルバージョ四方管轄区に属す。 ポンテセソの経済は、まず第一にリアデコルメーラシェに面する地区におけるペルセベや、その他の貝類の捕獲に基づいている。他には観光業、トウモロコシ、ジャガイモなどの栽培が挙げられる。自治体市長は、ガリシア国民党のホセルイス・フォンドア・ギアール。自治体表議員は、ガリシア国民党。7、ガリシア社会党。三、ガリシア民族主義ブロック。一、アピン。 一となっている。ポンテセソは14の教区に分けられる。太とは自治体中心地区のある教区。ありがとうございます。